皆さんこんにちは。今日はスパイク練習の動画です。皆さんはスパイクを打っててクロスのインナーに打ちたいなと思ったことありませんか？インナースパイクってとても難しいですよね。でもテレビでバレーボールを見たりバレーボールの観戦に行ったりすると2枚ブロックの横を抜いてインナーに打ったり3枚ブロックの横を抜いてインナーに打ったりとその選手たちを見てとてもかっこいいなと思っています。そんなプレーができるようになりたい。そしてそれができるようになればスパイクの抜けるコースが広がるのでブロックが来た時も点数が取れるようになれます。ということで今回はそのインナースパイクの練習をしていきます。この日の大会のネットがですね2m30cm なので一般男子のネットよりは低いです。それをご理解の上ご視聴よろしくお願いします。では最初挨拶取りましたのでそちらからご覧ください。どうぞ。 2m30 で打てないのに 2m43 で打てるわけがない。それな。だからまず通るね。まず2m30 でしっかりインナーを打ち抜いてから 2m43 にしていこうと。やっぱアマチュアはそうやってコツコツネット低いとかちゃんとやっていこうかな。おーカメラ間違えちゃった。そういう感じでね、やっぱ低いネットからちゃんと形を作ってから43で頑張っていこうということで今からインナーの練習していきます。そうしましょう。行きましょう。じゃあやりますよ。みんな打ちます。はい、見といてください。はい、出します。はい、何言ったか分からんかった。インナーじゃないやん。インナーですか？今のインナーですか？コースが、すいません。はい、インナーしっかり出して。はい、はい、インナー打ってください。強いやつバチコーンってやられおいいこと。インナーやっぱ右でね、ちゃんとずらして叩きつける。体重も乗せて、はい、右でずらして こっちを意識。インナー今の1ポイントこっちに外して打たないといけない。はいです。インナー？コトアのインナー？次こそインナーの打ち方です。
まい。一番うまい。力強く。一番うまい。うまいよ。おお。素敵。さっき被ったから。あ、ごめんなさい。かまします。ぶちかませ。めっちゃふくる。めっちゃふくる。もっと中です。今ちょっと上だったんで。はい。かぶらせて。もっと中です。次こそインナーは、はい、インナーはオンポイントこっちにずらして4枚目打ち見せていきます。はい。それでは始めます。この前に集合お願いします。この小指は鼻くそ。